はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ここはです、軍事工場戦っていきたいと思います。ということで心理患者だね、今回心理患者に、空軍1位様、そして患者の方もいらっしゃるということでですね、患者の S ランカー様、小説家の S ランカーさんもいるということで、なかなかハードな試合となってくるわけなんですが、頑張っていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。まずはね、じわじわと追い詰めていきたいところではありますね。感謝を今回、持ってきております。そっち珍しいな、ルートの取り方が。やべ、ルート取りが珍しくて。ただ一発は入りそう。閉鎖空間振ってます。一発か、渋いね。ようやく一発か。二発。いやー無理か、渋いな。いや渋すぎ、今のダメなのはやばい。ちょっと強気に攻めてみるか。いや銃があんのがさ、渋すぎるよ。3発殴らなきゃいけないのはちょっと難易度が高すぎるよ。どうしようかな、こっからかなり難しいけど、こっからの立ち回りなんかなるか。患者救助だったらワンチャン救助狩りでいけるか。いや、かけるしかないね。オッケー。よし、これはでかい。ナイス。しっかり2振ってます今回。無理か。OK、 打ち抜いていく。いやー、これよ、これマジででかい。上下ドリーム来たね。救助狩りマジ刺さっていく。オッケー。まあここに関して置いておけば、オッケー、2個壊せる。よし、寄せれればいいからね。近ー、完璧ー。寄せるっていう選択肢もあったけど、ここは地下でいいでしょう、とりあえず。まだ揺れてないしな。早いな。オッケー。ちょっと浅いけど
まあ、問題ない。大丈夫大丈夫。あと1割なんよな。ここ深追いはいらないから、まあ回復されるのは問題ない。できれば見つけたいけど、ちょっと見つけるのは至難の技かな。難易度高そう。とりあえず漢字やっとくか。漢字じゃねえや、小説家。いた。オッケー、2個目全然いいよ。釣り回数も増やしていこう。いや、ここから新規を回す判断がね、多分ね、普通はできないと思うんだよね。渋いな。早めに釣りたいんだけど。オッケー。ここ攻めるね。オッケー。ここね、ぶっちゃけちょっと一か八かで終わったね。かなり。まあ、なんでかっていうと真ん中にハッチがあったから這いずられる可能性もあるし、結構きつい盤面だからね。ただこれは結構攻めがなかなかいい動きを見せたんじゃないか。ここキャンプだな、安定なのは。向こう側ゲートいた。開いてるかどうか。オッケー。すごいな、ガマ強いな。オッケー、よーし、これが上下ドリーム対戦。ありがとうございました。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ここはですね、エミンチョと戦っていきたいと思います。ということで今回アン使っていきます。対戦よろしくお願いいたします。骨董狙いですね。骨董賞、骨董賞いた。さあ資料本能を生かして追っていきましょう。右下ですね。あー、そっか、そういうことできんのか、お前忘れてた。ほぼ復活するよな。まずは一発。あと鬼没だけど、鬼没はちょっと透かしたい。一発。いや、鬼没温存できるか。最悪。いや、もう焦ったバカ。いや、もうバカだよ本当に。
もう焦りすぎ。やりすぎです。急速り挟みます。いやー、やらかした。ガチでやらかした。いやー、ナイスチェスすぎる。どこで使ってん？うん、タルトランで。いやー、まあかろうじて DD は確実に取る。なんか猫の精度悪いな今日。猫の精度20点ぐらいなんだけど。いや、まあ DD 取れててよかったマジで。晴れねえかな。ああ、ゴミカスです。まあDD、ここもDD、大事大事。ここ取られた。まあ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 悪くはないと言っておこう。瞬間したいな守りに。これさあ、騎士会じゃねえかな、どっちだろう。どっちでもいい、とりあえず飛ぼう。OK。 ナイス。いやー、白黒だったら勇気の近するんだけどね、白黒じゃないからここは普通に釣ろう。いける。それはいけるわ。やぶねえ、なんとか立ち回りで恩義だった感否めないけど。ナイス、タイさんありがとうございました。